はい、カメラさん、エンジマラソンカルです。そんな兄貴でございます。今回はいいということで2つあります。1つは教師イベントについてで、今回のボス大田純。今回の立ちは初回の登場シーン採用したのね。そのようやな。ただ今回の囲いの名所、柄の悪い男なのよ。え、立花有働さん社員って表記しなかった？そうみたい。もしかして小田が柄の悪い男一時的に雇ったっせって？いや、それやと無駄に費用かかるから自分の社員使わへんか。最悪、立花有働さんの男って表記してくれた方が納得いったよな。な、そうだろう。二つ目はキャラの能力について、まずはこちらを見てください。小田はバトルスキルで全味方のマイナス効果解除とヒートゲージ400増加があるから、 KSR 再開、 KSR タイマー地元組めば殲滅のサポートキャラとして使えそう。ゲームは新幹線の敵4体防御力600%攻撃があるから、 KSR 山の下、 KSR 要塞地元組めば返り1キャラとして活躍できたよね。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。